デビルメイクライ、前回の追加でプレイしていきましょう。ミッション15、運命の輪。盾と対になる槍を使って殺し屋も攻略せる。槍を使ってってどういうことだ？ん？なんかえらい音するけど。何？うわっ！前！ちょっと待って、ちょっと待って、逃げ切る、逃げ切る。これはめんどくさいぞ。やばい！危な。おい！ほら、いって。よし、あ、やばい。これきついな。2対1はダメだって。よし、これでなんとかサクッと終わらないか。よしよし、危な。よし、オッケー。ふう、これで、どこ行けばいいんだ？こっちか？この誘導されてるところに行けばいいのかな？ああ、なんか盾取ったな、そういや。取ったよね、確か。使用しますよ。よし。これは？上から。うおぉ！よし。ほら！よし、オッケー。これは魔鉱石。暗闇で光り輝く不思議な石。魔界に存在する変哲もない石が人間界に放置されて変化した、変化を起こしたもの。へぇ。そういうのがあるんだ。変化を起こした結果、こんだけ光るのか。よし。ほら。よし。ゲイ、なんかあるな。回復か、取っとくか。回復だけじゃないのか。これいける？あ、いけないわ。いけないのか。で、あっちはレベルアップ用、レベルアップ用っていうのかな。だからまあいっか。うわ、嫌なもんがある。よし、これは、ちょっと待って。よし、オッケー。これで開いたわけだ。ん？シャッてやってくれ。オッケーオッケー。いった！あ、これ、ダメなんだ。そういうのでもダメなんだ。シャコってなってるから別にいけるかなって思ったんだけど、いけないんだね。よし。オッケー。オッケー。待て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 。危ない危ない。とりあえず、これが行ってからだな。ほい。で、ここに入ると。いける？これは？これは違うのか。ほい。落ちるのが怖えな。これか。征服者に破滅の槍を託す。コロシアムの扉、今こそ開かれん。ついなる二層。門を守護する騎士たちが持つ対になった2本の槍。あら、閉じられちゃった。これ降りていいのか。あ、いいんだ。危な、怖っ。ちょっと待て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 。よしよし、オッケー。よし、オッケー。いた。ちょっと待て。あ、これ強いな、このヘルロケッティアみたいなやつ。ヘルロケッティアが通じる人が少ないかもしれないな。昔コロッケを見てた人ならわかると思うんだけどな。こっち、まあ、こっちとか行けないの？帰るのか、これ。このままおめえおめえと帰るのかい？ちょっと待って。よしよし。で、こっか。で、これどこまで戻れば
おお。よし。ほら。めっちゃ防ぐな。ほらよ。いった。てめえ、こなら。よし、オッケー。これでこっちかな。あら、たくさんいるな。待って待って待って。ちょ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 。これこっちとかいける？いけるかな？あ、いけそう。あいつら複数はちょっとしんどいからな。ああいうのは無視していこう。で、ここは？なんもないか、下か。ここも同じような作りなんだね。ほら、こいつがいるから先に倒しておこうと思って。ほら！ほらってなんだ。よし、終わり。これ、強化いけるかな？ブーメランのように。これちょっと使ってみるか。で、ブーメラン、ちょっと待って。これの使い方を見たい。三角ボタンを押し続ける。え？止まってるけど、ちょっと待って。いった！ちょっと待って待って待って。よしよし。これがスタイリッシュか。俺は違うと思うけどな。あ、こ壊せるんだ。あ、じゃあ向こうも壊せたのかもしれないな。損したな。激怒。そんな怒ってないよ。ん？ホーリーボーター。あー、破壊。いっぱいいるときは使えるのかな。いいね、いいね。よしよし。で、こっちかな？ん？うわ、マジか。お前らいるんだったら、使わなかったのにな。ちょっと待って。よしよし。待って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 。危ない危ない。ここもか。ここもあんのか。よしよし。よし、抜けろ抜けろ。オッケーオッケー。やばい。ここはでもあれなのか。あれないんだな。ちょっと待って。やばいやばい。死ぬ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 。死にそう。死にそう。いった。ちょっと待って。あーらら。ちょっと待って待って待って。待って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 。登って登って登って、ダンデ君。ダンデ君。よし。あれ？全然そう。その目標のとこに行けないんだけど。こっちはまあ無理だとして。よし。ここもさ、戦いづらいな。ダメか。さすがに、きついな。やばい。よしよし。ちょっと待って。これ、今しかね、今しかね。これで。オッケーオッケー。よし。これで片付いた？これどうやっていくんだ？二段ジャンプか。笑い声がいつまでも響いてんだけど。おい、でも二段ジャンプってできないよね。壁蹴りしな、いと。いけないよ。ちょっと待って。ちょっと待って。飛び越えるな。飛び越えるのをやめてくれ。あ、いけた。お、いけたいけた。これはナイトメア、ベータ、曲がりつかれた兵器、その威力は未知数である。ナイトメア。ナイトメア、ベータ。これ使ってみる？え？
あ、反射する。あ、飛んでも使えるな。オッケーオッケー。進もう。ちょっと待って。オッケー。よしよし、バーッと戻ろう。これも危ないな。よしよし、もう一個あるでしょ。オッケー、抜けていこう。うわ、痛い。そっちじゃない、そっちじゃない、こっちだ。よしよし、ちょっと回復くれ。回復、回復をよこせ。今は回復が重要なのじゃ。絶大かこれ。あんまり効いてる感じがしないんだけど。ん？ここは？あ、ここ俺がぶっ壊したとこか。さっきの記憶もないんですか？おっと。絶大か？あんまり、やっぱ効いてる印象がないな。あ、でも反射、うまく当たると強いな。チャージショットとかではないのか。うん、狭いとこだと有効なのかもしれないな。よしよし、これで、これどこ行けんの。やばい、あ、でもやっぱ強いかもしれない。強いわ。強いわ。ごめん。撤回する。これどこだっけ？どこ進むんだっけ？こっちかな？ここっぽい気がする。対になっているようだ。うん。あ、ここに槍か。はいはい。使用します。オッケー。ん？なんかえらいとこに来てしまったな。頭の上に誰かがささやかけてくる。コロシアムに生贄を捧げよう。煮えの儀式は運命の輪へと道をつなぐ。またお前かよ。いいよ、もう。やばい。よし。危な。ちょっと待て待て。でもこれ、ガンガンスタイリッシュとか行くな。あんま効いてる感はないんだけど。よし。ちょっと待って待って待って。危ない。よしよし。あ、でも、はい、敵に入る数が多いのか、その、攻撃的には。よし。ただ、それで、ちょっと待って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 。死んだ。HP 少なかったしな。OK、イエローブ使おう。もったいない気はするけど。ごめんごめん。よし。さて、再戦と行こう。ささやかけてくる。うん。煮えさげる、煮えささげる、ささげる。おっきい煮えをささげてやるよ。よし。おら。おら、よし。あれ乗れるんだ。よし。オッケー。これがやっぱ強いんだよね。どうしても。
当たってないな、これ。ん？当たった？当たったらしい。よし、畳みかけよう。あ？倒した？さすがに倒してないよな。羽が折れたか。悪いことしてる気分になるな、そういうの。やばっ。いた。ちょっと待て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 。落ちろ。よし。待て待て待て。ほら。よしよし。あれ。いた。ちょっと待て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 。多段ダメージを与えられるんだな、やっぱ。よしよし。ほい。ほい。ほい。あ、ミスった。危な。よし。やばい。ほい。あれ？飛びすぎたか？危ない。ん？倒した？まだだな。まだいけるな。まだいける。よし。うい、うい。やば。うい。危ないなもう。HP さえあればいけるんだよな。誰でもそうかもしれんけど。ふい。いた。よし。ちょっと待て待て待て。危ない危ない。危ない。ちょっと待て待て待て。いけるんだよなって言った時にこれはやめろ。やっぱ多段ダメージ入るの大きいな。よしよし。これで終わる？よし。待て待て待て。これで勝てるか。あんまり銃が強い感がないんだけど。勇敢だって。どっちが勇敢なんだ。ダンデに挑む鳥の方かもしれんな。うわ、これはちょっとかわいそうだな。まさに魔剣士スパーだ。いや、それ以上か。これで？これでそれ以上なの？だが私もムンデス様に使えるよ。これでは終わらん。やめろ、致命傷だ。偉大なる我らが主よ、我に力を与えたまえ。この者を倒す力を。おお、ムンデス様。あ、失望されてるよ。グリフォン、失望したぞ。生かす値打ちもない。跡形もなくなったぞ。これとさ、ボス戦で戦う勇気がないよ。あんなことできるやつでしょ。あの三つ目。あ？お前は結局何なんだ？勝ったの？大したものね。ムンデス。
汚いことしやがれ。自分の仲間を虫けらのように。俺の母親と兄弟の時もそうだった。兄弟がいたのか。母の話を思い出す。弱者のために戦った勇気ある父の話を。父の名に誓って奴に死を。お前はなぜそんなにバチバチしてるの？それがよくわからん。よし、あれ？ここ乗るんじゃないの？あれ？オーケー、行けた。よし、ここでいいのかな？あ、なんかある。アパロンの王、運命の輪を使い物語の始まりの地へ戻す。運命の輪、運命を繰り返しを象徴する円形状のプレート。丸けりゃ何でもいいのか。結構かかったな。まあでもオーブは結構手に入ったね。 C だね。なかなか上がらんね。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。